セリナ選手 50.50kg クリアです。セリナ選手クリアです。両者前方に出てください。勝負です。続いて第17試合です。フェザー級64キロ契約 MMA 93マッチです。続いて第18試合です。ウェルター級73キロ契約ビクルールワンマッチです。元気選手斉藤健太選手リングに上がってください。まずは青コーナーの元気選手から最終形に。キレキレ、これで勝つ。Yes. いいね。正直オーディション決まってから試合前っていうのもあったのか分かんないですけど、そういう自分の知名度が自分の実績や今ブレイキングダウンっていうその大きな舞台で、まあ、勝って KO 勝ちしてかっこいいとこ見せたら、もっと女の子にモテるんじゃないかなと思って応募しました。YouTube でその世界中でナンパしながら活動してるんですけど、そうですね、その世界中のナンパ師を目指しているので、はい、それでナンパ師と名乗ってます。第1回大会の時に、なんか予定があったかなんかでドタキャンされて、なんかもう他の予定を優先される。ただいまより結果のプレゼンツ Breaking Down 6第18試合ウェルター級73キログラム契約キックルールワンマッチを行います。青コーナー178センチ 66.30kg 激チャラナンパファイター元気赤コーナー177センチ 72.55kg 筋肉が恋人カイチャンネルのモテライくん斉藤健太。
なお、この試合の勝利者には喧嘩堂様より仮想通貨の喧嘩コイン10万円相当を進呈いたします。ジャッジ朝倉ドロー。ジャッジピーターアーツドロー。ジャッジバンチャンリナドロー。これより判定に入ります。延長へ向かうか、それともこの延長で決着がつくことになるんでしょうか。江原さん、壮絶な展開になりましたね。いやもう全力で本当に 1% しか残さない勢いで、アドレナリン全開でしたね。そうですね。そして小原優乃さん、全く膠着することになるんですね。命のぶつかり合い、魂命の削り合い、そんな展開になりました。さあ、判定の時が近づいています。判定の結果を発表します。ジャッジ朝倉青元気、ジャッジピーターズドロー、ジャッジパンチャンリナドロー、ジャッジ庄司青元気、ジャッジオーディエンス青元気。以上3対0をもちまして勝者青コーナー元気選手。勝利した元気選手には喧嘩堂様より仮想通貨の喧嘩コイン10万円相当が授与されます。倒されたとき、逆にスイッチ入って逆転できてよかったです。もう2人で最高の試合を作りました。本当に熱いです。おめでとうございます。あ、しゅうちゃんって出たらお願いします。そらしていいです。ぜひぜひお願いします。ありがとうございます。ありがとうございました。ね、頑張って。